俺の名前は久我小鉄。海の藻くずになれや、ロケットランチャー。京極組の伝統芸能じゃ。同期犬飼のイカれっぷりを目の当たりにする武闘派の極道だ。その日、俺と犬飼は親父に呼び出された。小鉄、犬飼、綾波町の港を探ってほしい。承知しました。しかしなぜ？マッドカルテルの影がある。おそらく武器か薬の密輸だ。これまたでかい話じゃねえか。東京の裏社会を荒らす組織マッドカルテル、メキシコに本拠を置く世界規模の武闘派マフィアだ。こいつらは現在高坂率いる日本の麻薬組織ウラカンを狙ってる。完全にこの世から消す気だ。だが今回は何より要人の海上警護だ。飯沼議員が間もなく船で帰国する。彼から京極組は大口の盛り代をもらっている。少しでも国園外の治安維持に貢献できれば助かります。船舶系の業界で成功した人だという。あさって飯沼議員が港に着くが、もしその船にトラブルがあるとまずい。了解しました。飯沼議員は必ず守りきります。クソが出たら軟体動物にして海に返します。マッドカルテルがもし絡むならなかなかの大役だぜ。その頃マッドカルテルに動きがあった。なかなかシビアな傷だぜ。こりゃ少々休憩だな。自らのアジトで負傷したダビッツは横たわる。そこに来訪者の影が一つ。スターがお見舞いに来たよ、一匹狼さん。優しいじゃねえか、泣いちゃうぜ。そこに現れたのはパクだ。酒は百薬の長ってことでマッコリをプレゼント。ド派手な傷だね。それ病院行ったの？ジャパンの病院は危なくて行けねえだろう。そこら辺の医者より縫合だけはやれる。戦場で縫えねえやつは死ぬ。あとは救急セットでなんとかするべしだ。さすが死んだふりが世界一うまいだけはある。それ関係ねえな。で、何しに来た？ボスから連絡があった。ウラカンへの攻撃と同時進行で東京の麻薬販路の奪還も進めろと。そこで港に大量の薬が入ってくる。俺とファビアンはその回収に動く。しのぎを潰して経済面も追い込むわけね。シビアだ。報告だ。俺がド派手にストーリーを進めていくからさ。傷治して喧嘩は頼むぜ。そしてパクはダビッツのアジトを後にした。さらにその裏でウラカンにも動きがある。高坂お兄ちゃん、一旦荷物は運び終えたよ。タンタン、ご苦労様です。奴らは新しい屋さに移動していた。ここは仮、正式な屋さは今手配中です。このアジト情報も現状一部の構成員しか知りませんので。ウラカンの毎朝の位置はなぜかマッドカルテルに漏れていた。これお土産、メイドのね。パクがダイナマイトで吹き飛ばす。複数の構成員が死亡する大事件だった。内部に裏切り者がいることを踏まえて注意を払います。まあうちも奴らの情報を一つキャッチしましたがね。高坂お兄ちゃんすごい。中身聞いてから。そして高坂が怪しげに微笑む。マッドカルテルが海路により薬を密輸するそうです。うちの麻薬仕入れ先の人間からの情報です。彼らとしても防ぎたく利害一致です。やっぱりすごい情報だ。ちょっとこれは看過できませんね。今回は私が直々に潰しに行きます。そろそろ彼らには死んでもらいましょう。なんとウラカントップ高坂自らが動くというのだ。そして俺たちは小型船に乗り込んだ。海上を狙われる可能性もある。海から見張るぞ。久しぶりに同期二人のミッションだな。花沢もいます。船の運転はチャラ男時代に船舶免許を取っていた花沢だ。そして俺たちは海上で待ち構える。なるべく沖から横につけたい。港に入るところを狙われる可能性もあるからな。すると飯沼議員の乗る客船が見えてきた。さすがの豪華客船だな。海外からの長旅だ。そりゃでかくなる。船の横について港に入ろうとした時だ。なんじゃ？俺の目が怪しい影を捉える。それは陸地側から走ってくる一艘のボート。この時間にそりゃおかしいわな。しかもそこに乗ってんのは外人だ。海上で薬を回収し即座に逃走する。これで全てが変わるだろう。無論こんなもん見逃すわけがねえ。謎の外人が夜に客船に近づく。有罪だな。ああ、怪しすぎる奴は無論罰する。俺たちはまともじゃねえんだよ。だが俺たちには秘密兵器がある。
それは一撃必殺の弾丸兵器、海瀬の兄貴直伝ロケットランチャー。言い方も引き継ぐんかい。泣く子も黙るロケットランチャーだ。ロケランは死んだ海瀬の兄貴のお箱だった。生きてめゲドダメ。そのド派手すぎる一撃は何度も盤上をひっくり返した。そんな兄貴の形見を犬飼いが受け継いだ。海瀬の兄貴見ていてくださいよ。懐かしいなこの感じ。次の瞬間、犬飼いがロケットランチャーを発射。海の木釣りなっとがお、やっぱロマンあるぜ。奴らはそれに気づいた。おお、まさか。だがマジでどうしようもねえ。怪しい船なんぞ大爆発じゃ。あら、偵察で行ったやつド派手に死んだね。その様子を遠くから見ている奴らがいたんだ。まあ、毒味みたいなもんだしね。うん、本国に補充要請だ。それはパクとファビアンだ。なんと奴らは二段構えで来やがった。薬を回収して日本を仕切っちゃうぜ。パクは俺たちを無視し客船へ近づいていく。もう一層嫌がる。しかもパク、マッドカルテル確定だ。となれば迎撃するまでだ。もう一発ぶっ放すだけの話だろ。犬飼いがもう一発ロケットランチャーを発射。だがパクが超反応。おっと、予想通りの手洗い祝福。撃ったと同時舵を切る。奴らランチャーを外しやがった。ヤッホー、やはり海はいい。チェ、なんちゅう勘のいいやつだ。追いながらもう一発だ原沢。だが奴らはうまかった。チェ、判断が早え。すさまじい速さで客船の死角に飛び込んだのだ。さらにその時だった。なんじゃ、近くで爆発音が鳴り響いたのだ。客船の一部から煙が出ていたのだ。おいおいおい、内部から爆発か。クソったれが、何が起きとるんじゃ。間違いなく外からの攻撃はなかった。飯沼さんの身に何かあったらまずい。奴らは役の受け渡しだろう。最悪はいい。飯沼さんを優先する。最短最速で向かいます。俺たちは客船の方へと舵を切った。だがその裏で奴らは船に横付けしやがった。約束の地点に入り込んだ。爆破でロケランズの誘導成功。その時俺たちは船の中に乗り込んでいた。飯沼さん無事でしたか。おお、久我君、突然爆発したんだ。出火も船員の消火活動により鎮火された。その時奴らは何かを見上げていた。ジェフ、久しぶり。痩せろよ。相変わらず分厚い男だ。痩せるなど愚の骨頂。力を失えば待つのは死のみ。その先にいたのは異様な筋肉をまとう男。それよりその船で持つだろうか。麻薬は圧倒的な量、しかも凄まじい量の麻袋を担いでやがる。圧倒的な速さで作業を終わらせる。すると奴がそれをガンガン甲板に投げつけた。やべって、もう少しスマートな方法はなかったのか。最後に本人も勢いよく着地。いい船だ。ド派手だね。嫌いじゃない。この男の名はジェフ。さあこの島国の文化を変えようか。鉄巨人と呼ばれるマッドカルテルの武闘派だ。この男は物を倉庫に入れ船に乗ってやがったんだ。まもなく日本に到着、問題なさそうだな。戦場の爆発はこいつの仕業。我らにミスはない。役の受け渡しの際撹乱するためだ。全て室内へ運ぶ。俺一人でいい。量多すぎだろ。船沈まねえか。だがその時だった。ほう、一難去ってまた一難というやつか。ファビアンは何かに気づく。それは凄まじい勢いで向かってくる船。なんと乗っていたのはウラカントップ高坂慎太郎。パク、ファビアン、お久しぶりです。殺しに来ましたよ。世界タイトルマッチみたいで燃えるな。そして幹部の宝崎吉平だった。ウラカン、どうして俺らがいるのを知ってんだ。そう言ってパクが取り出したもの。てか俺もたまたまこれ持ってるよ。それはなんとうちと同じくロケットランチャーだった。
そして一片の躊躇もなくランチャーをぶっ放す。裏切り者は派手に死ぬ、当たり前。だが高坂はもう動いていた。初動が起きた瞬間に動く。私こういうゲームうまいんですよ。ザーゲーム感覚かい。こいつらランチャーを普通に外しやがる。だがその時再びパクが照準を定める。高坂、ランチャーの初動を見た途端舵を切ってるね。このパクという男、勘が異様に鋭い。じゃあ左右は山間で張るとして、最初からちょっとずらして撃てばよくねえか。そして2発目をぶっ放した。その初動を見て高坂が反応する。宝崎さんご安心を、次は逆に避ける。うわぁ、こっち来てへんか。おや、パクめ、最初からずらして撃ったか。次の瞬間、ボートから爆炎が上がる。思いがけないオーシャンビュー。ドガン、これは持つ。船はコッパミジン、間一発で二人は海に飛び込んだ。宝崎は救命用のボートを持っていた。ツッコミするやつの早稼りをなめんなよ。手引っ張ったらいけるんかい。船から離れたところで膨らます。その光景を遠くで見るマットカルテル。派手に爆発だ。高坂ちゃん死んだと思う？これで死ぬとはならいいが、奴はそんなに甘くはなかろう。そう、ファビアンの予想は当たっていた。ウラカントップの武闘派高坂慎太郎。おかげで今年初の海水浴ができました。奴は鍛え上げられた超暗殺者。高坂の顔に怪しい笑みが張り付く。パーク、魅力的な爆発をありがとう。潮風と爆風に押されて一気にここまで来れました。この男は爆発で起きた波を利用したのだ。高坂ちゃんと真正面か、ちょっとしびれるじゃん。裏切り者には死を、我らの掟だ。その時、役を積むこの船が爆発したら困るのでは。高坂はもう手榴弾を手にしていた。高坂が手榴弾を振りかぶる。では船尾を吹き飛ばしましょうか。やつめ、エンジン狙いか。その瞬間、すでにファビアンは後方へ走っていた。ファビアンは高坂の狙いを読んでいた。起爆まであと2秒。だが高坂には2の手があった。まっすぐ追えば車線に入るんです。そう、手榴弾を追うならファビアンの走るルートは読める。弾を回避すれば手榴弾がエンジンを破壊する。さよなら、かつて仲間だった人。到着ルートは一つではない。その時ファビアンが地面を蹴った。壁に両足をかけたと同時、私は全てを実現する。銃弾が真横を抜ける。そして壁を蹴って飛んだ。銃弾は回避する、榴弾は弾く。なんと空中で手榴弾を弾いたのだ。だがファビアンはそのまま海へと落下。パク、すぐ戻る。そして高坂とパクが向き合う。裏切り者くん、サメの餌になろうか。パクが手にしたのは特殊形状の斧。パク、あの頃は同じアジア人として優しくしていましたが、この私に勝てるとでも。次の瞬間、パクが凄まじい攻撃を見せる。スターはいつも勝つ運命なのよ。受けが使いにくい魅力的な武器だ。だが高坂はその全てを外していく。あれ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 、こりゃ工夫しねえとまずいか。その瞬間だった。ここですね。凄まじい速さのナイフが飛んだ。やられた。ねねしい攻撃してんじゃねえぞこの野郎。なんとパクの人差し指が後方に飛んだのだ。4本切ったはずなんですが、よく反応しました。その時高坂は優位な状況にもかかわらず距離を取る。おっと、まずいですね。ジェフ、お前は何をしてるんです？ジェフが船内から出てきたのだ。愚問、裏切り者を殺しに来たのだ。圧倒的に潰れるがいい。そして奴が引きずっているのは薬が入った巨大な袋。次の刹那、そいつが信じられねえパワーを見せる。奴はなんと腕をぶん回すように4つの袋をぶん投げたのだ。
数十キロはあろうかというそれは高坂へライナーで向かう。やはりゴリラでしたか。その時パクはチャカに手をかけていた。ジャンプでよければ蜂の巣だよ。だが高坂は土壇場でも冷静だった。飛べないか、仕方ない。なんと高坂が選んだのは、次は確実に全員殺しますから、日本は墓場なのです。スターっぽい演出だね。なんと船からの落下だった。逃がすわけないよね。パクがチャカを手にスタートを切る。俺の仲間に何したんじゃ。おっと、うおー、歓喜のオールで手ちぎれるくらいこげ。その時宝崎がボートを漕いできたのだ。高坂は宝崎のボートに転がるように乗った。やっぱり宝崎さんと来てよかった。あんた知るには早い。吉平がおったらエンジンなんかいらんのじゃ。救命ボート史上最速ですね。なんて魅力的な。チャカで牽制しながら撤退した。まあいいや、指なくなったけど大成功だ。うん、目立ちすぎたゆえ逃げるぞ。そして奴らも現場から消えた。これはウラカンにとって大打撃だった。あの量の麻薬を流されたら日本の販路を奪われる可能性がある。こうなったら大戦争を始めましょう。日本の薬はウラカンの領域です。また船も無事に港に着くことができた。他に爆弾はありませんでした。ああ、それなら一安心か。ご自宅までお送りします。俺たちの任務自体は無事に終了した。だがその裏でとんでもねえことが起きるんだ。本日の動画は以上です。ヒューマンバグ大学では闇をテーマに様々な物語を展開していきます。他の動画もぜひ。